はい、何番です。こんにちは。早速カットバック道場を見ていきましょう。今日はこんな感じで、サイズは頭オーバーが入ってました。人はそうですね、10人15人ぐらい入ってました。風は北東の風、オフショア面ガタガタ。どんなサーフィンになるでしょうか。早速見ていきましょう。さあ、こんな感じです。フェイスはね、張ってきてるんですけども、見た目以上にガッタガタですね。今回はマナピーとワクワクさん、この2人でここを見に来ました。そして松陸がいいサーフィンを見せています。さすがですね、松陸。さあ、そしてこの方は誰でしょうか。結構乗ってましたね、この方は。いいサーフィンしてましたよ。安定したサーフィン、そんな感じですね。グーフィーフッター、天国のポイントです。カットバック道場。うわー、大丈夫でしょうか。早速ぶっすりいっております。さあ、そして両春がいましたね。ほら、もう面がガタガタでしょ。ラインが取れないんですよ。さあ、そして釣り人と、その釣り人の餌を狙う鳥、その下はゆうすけです。と飛んでいきました。イリュージョンです。消えましたかみたいな。さあ、そして少年がテイクオフ。なかなか頭オーバーのサイズですね。でかいです、彼にとってはでかい波。さあ、そしてこんな感じですね。セット的なものはダラ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 して、こっからもうカットバック道場ですね。さあ、マナピーが登場。見せてくれよ、今日も頼むぞ。ゆっくりとパドルアウトしていきます。さあ、そしてこれは誰でしょう。知らない人、外人さんですね。揉まれてます。さあ、そしてうわーっと、この方も、うおほほ、風が強い。さあ、そしてサンちゃんがいましたね。今ケリー・スレーターに似ているサンちゃん。そして後ろは、お、この方、サンちゃん、サンディエゴ行きました。テイクオフ。おっと、バランス取ってパンピング、パンピング。そしてプラトビハイン、松陸、人を避けながらラウンドハウスカットバック。そしてもう一発、もうカットバック道場ですね。カットバック、カットバック。さあ、うわ、行った、少年、でかい波。そしてトップターンからの、一度戻ってスラッシュ、そして316を見せるがインコンプリート。さあ、カメラ位置をずらして煽り気味に撮影しております。ビハイン、こんな感じですね。結構ファーストはグリッと惚れてくるんですよ。ここをうまく処理しないとサーフィンができません。さあ、そしてユウスケ、クルージングですね。ビハイン、誰が行く、彼は誰だ、ワクワクさんだ。行った、ワクワクさん。深いボトムターンからトップターン、しかしなんかしくった感じ。波はダラダラと続くみたいな。さあ、そしてなんか怪しいヘリコプターが飛んでたんで撮影しました。コブラっぽいっすね。さあ、そしてマナピーがテイクオフ。うお、ギリギリ。そしてまずはカットバック、そしてもう一発、カットバックなのかカービングなのかわからないみたいな。ほら、うわー、結構厳しいですね、ファーストは。で、そっからカットバック道場みたいな。
さあそしてワクワクさんいけない、ビハインド誰が行く、おマナピーがパドリング、ニヤニヤしてます、笑ってます、そしてパドリングテイクオフ、深いボトムターンからのカーブ、そしてもう一発、しかしこけてる、なんじゃそりゃ。さあサンディエゴサンちゃん、おっとおっとどうした、暴れてます、板が暴れてます、バタンバタンです、そしてフルアウト。さあそしてこれは誰だ、ユウスケ、いやもうショルダーがないですね、カットバック、そしてもう一発スーパーアプローチ、さらにもう一発、おっと吸い込まれた。さあマナピーがテイクオフ、ナイス、深いボトムターンからのオイス、ナイス、そしてボテーみたいな、もう一回見てみましょう。実はこのライディングね、最初のファーストアタックが気に入ったんでスローで見てもらってます。はい、ここからですね、深いボトムターンから上を狙ってますね、目標物を見つけて、ここです、このリップにマナピーは当てに行きます。これ意外と惚れてるんでやばいんですよ。そして板をほらよく見てください、テールだけで前足のところはもう浮いてるんですよ、テールだけでコントロールしてるんですよ、バチコーン、いいっすね、さすがプロ、ナイスです。そして落ちていくんですけど、フリーホールっぽく体幹ができてるんでうまくキャッチングしてますね。そして問題ここです、ほら見てください、フルレール入ってます、これだと絶対にこけます。皆さんこのフルレールにならないように気をつけましょう。こんな感じになります、マナピー何ショットやーみたいな。さあワクワクさんいった、トップターン、しかしインコンプリート、巻き戻してもう一回見てみましょう、ここまではいいんですよ、そしてこっから合わせながらボトムターンでトップターンいきます、ここもいいんですよ、しかし顔の下ちょうど真下にボードが入んないんで、ほらもうここで終わってるんですよ、顔のもっと前の方にボードが入ってこないとこういう風に落ちちゃうんですね。はい、インコンプリート、揉まれてください。気づいたらなんか上手い人がいるんですよ、レギュラーの方に、誰だろうと思ってよく見たら金尾レオ君です。またしても宮崎に遊びに来てます、久しぶりみたいな、うまいっすねやっぱ。さあそしてマナピーがテイクオフ、深いボトムターンからのスーパーアプローチ、そしてカットバック、ナイス、そしてもう一発、しかしショルダーが終わったので終わります。あ、こっち見た、こっち見た、撮ってますみたいな、今の決まったでしょみたいな。さあそしてマナピーがでかいセットにテイクオフです。さあ何やらショルダーをが張ってくるのを待って技を仕掛けに行くが、インコンプリート、あんた何ショッツやみたいな。お、カコちゃんが入ってきた、そしてカナオくんもレギュラーからグーフィーの方に移動してきました。ビハインド、おっとこの人は誰でしょうか、スタイリッシュですね。さあそしてフルアウト、うわーいい波、誰も行かない、もったいねー、今のは良かったですね。さあそしてこれが祭りかな、違う、君は誰だ。さあそしてカナオくんがテイクオフ、独特のバックサイドサーフィン、いやー見てください、ほらもう面がガタガタ、全然良くないっていうか風が強すぎですね、強風の中サーフィンしております、頑張ってます皆さん、楽しんでますか。あらカナオくんはなんか
場所変え、また元のレギュラーの方に戻りましたね。さあそして後ろの波はこんな感じ。テイクオフしたのは松陸。うわもうガタガタっすね。さあそして君は誰だ。もう一発メンヘムの板になってますね。そしてウエットがオークリーなんですけどね、松陸と同じウエットなんですけど誰でしょう。うわー今のはサンちゃんですね。サーフボード変えましたね。この間会った時にはなんかヤフーオークションで買ってましたね。さあそしてカコちゃんテイクオフ、トップターン、そしてもう一発、さらにもう一発するがもう遊んでますね。さあそしてこれがユースケ。ああなんかショルダーが張ってこないんでなんか流してますね、完全に。こりゃダメだこりゃみたいな。はい、そしてカナオくんナイス、うめー。もう一回見てみましょう。さあテイクオフしてアップスダウンからのチェックターン、そして発射台を見つけた。これだうめー。ほらスポーンって飛んでますよ。そして逆の手でグラブを入れると、わあかっこいい、この芸能人。さあそしてこっからピョーンと飛び上がってピークを迎えて落ちていくんですけど、タッチダウンの場所がねちょっと前の方に飛んでないんで、なんていうんですかね、波のてっぺんにタッチダウンしてボードが抜けちゃいましたね。惜しいです。でもかっこいいですね、途中まで最高です。さすがです、カナオレオ。さあそしてカナオくんがボードを変えたのか板が違うんですよね。そしてスラッシュターン、そしてもう一発でプルアウト。うめえっすね、スピードがあります。さあそしてこちらはワクワクさん、まずはトップターン、ナイス。そしてセカンドが、おっと、もう一回見てみましょう。さあファーストはうまくいきました。深いボトムターンから合わせながらのトップターン、ナイス、これ飛んでます。そしてセカンドもう一回行こうとするが、レールが入りすぎて当てに行けずに、ダメだこりゃーみたいな感じで、もう無理みたいな感じで飛んでますね。はい、さすがです、ワクワクさん見せてくれます。さあそしてカナオくんも、俺も無理ーやーみたいな感じで飛んでますね。はいどうも、遊んでます。さあそしてワクワクさんもう一回行こう、まずはトップターン、うまくいった。セカンドで戻って、さあそしてサードでスーパーアプローチ、そしてもう一回戻って、ほらもうガタガタ、おっとカナオくん上がってきましたね。いやもうおちゃらけてかっこいいっすよね。しかし湘南ボーイダメーとかよまあ楽しんでましたね、どうもです。ほら来たー、こんな感じっすよ正面から見たら。しかし置いていかれてます。誰かな、祭りかな、ダラ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 ですね。いい波捕まんない、あ、ない、いい波を捕まえないとちょっと遊べない感じですね。さあそして松陸が乗ってきます。インサイドセクション、後ろはワクワクさんやったですね。さあ松陸がインサイドセクション入った、そしてプルアウト、おっと回るのかと思ったらそのままプルアウト。さあカコちゃんが乗った、まずはトップターン、そしてもう一発、そして終了みたいな。さあワクワクさん来た、
あら、もう流してますね。ダメだこれやみたいな、もう上がる感じですね。おおーって言ってますよ。おー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 ポテみたいな。はい、お疲れ様でした。さあ、そしてマナピーがテイクオフ、チェックターン、チェックターン。そして見つけた、いやいやクルージング。そしてここで、おっと、最近あのカットバックが多いっすよね。お尻がつきそうなカットバックみたいな、尻もちカットバックみたいな、これちょっと直した方がいいですね。はい、マナピーも終了っぽいっすね。鳥がね、カメラのそばに来たんです。撮影してたら気づかれました。こっちを見てます、知らんふりふんみたいな。いやいやいや、あなた撮ってますから。おっと、強風が吹いたんで身構えてます。やっべえ、俺飛んでいきそうみたいな。それで風が吹いている方、鳥が向いてますね。そしてマナピーが上がってきました。頑張ってます、踏ん張ってます。鳥くん、君は誰だみたいな。はい、そんな感じで今回もカットバック道場をお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。